はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、では今回はブルーディスティニーステージ2の青を受け継ぐもの、こちらをやっていきます。ではスタート。ユウたちの前に現れた連邦とジオンの2つの青いモビルスーツ。この出会いは偶然なのか。そして戦いを終え帰還したユウの目の前にはその青いジムが立ちはだかっていた。困惑するユウの前に一人の男が現れ、その真意を語る。ユウ・カジマ君だね。俺の名はアルフ・カムラ、技術士官だ。この機体はブルーディスティニー。俺はブルーと呼んでいる。ブルー、お前の腕を見込んでこのブルーを任せたい。こいつは見た目こそジムだが全くの別物だ。ジェネレーター出力は通常のジムの 17% 増し、各関節の駆動系にも手を加え、運動性も 20% は上がっている。かなりのジャジャ馬だ。しっかり手綱を掴んでもらいたい。次の作戦ではこいつで大活躍してくれ。よろしくな、ユー・カジマ中尉。中尉？中尉への昇進とともにブルーのパイロットとなったユー。しかしそれはユーが運命の波に飲み込まれたことを意味していた。そう、逃れられぬ青の運命に。青を受け継ぐ者。国米ジオン軍キャリフォルニアベース。なんかミサイル破壊するんだっけ、別行動で。てかフィリップって何歳？結構おっさんくさいんだけど。こいつは若いっすよね、サマナは。攻撃を食らった。すげえ目の前だな。ジオン軍ミサイル基地。あ、核ミサイルか。てか核ミサイルとか使っちゃダメでしょ。ほらほらほら、南極条約なんて合ってないようなもんだな。乗り心地とかさ、機体によって
やっぱり違うのかな、なんか椅子が硬いみたいなあんまりふかふかすぎても操縦しにくそうだよね。イグザムシステム、まあアルフはね何気にいいやつなんですよね。なんか実験台に使ってるような感じがするけど、さて何ターンだ。ミサイルの破壊は U だけがやって、キャリフォルニアベースは自軍が出るというパターンですね。まあ、このステージは結構従来の G ジェネでもあるような感じなんでなんであっち向いてんのあのジムとか、ジムを倒されないようにする無理だよあの二人じゃん。しかし後ろから奇襲をかければいけるか。基本的にはまあ編成はこれで大丈夫かな。6単位内にミサイル発射台を全て破壊、5単位内に発射台を破壊できるか。あ、これしかもさ6ターン過ぎるとゲームオーバー。攻撃できるときは攻撃して、かつチャンスステップを有効にしていかないといけないんで、一番ただ攻撃力が高いのがミサイルだな。さすがにな、一発じゃ倒せないと思うんだよな。あそこに敵がいる。この声は、今は目の前の敵を倒すだけだ。2発かかるね。そちらがその気ならば遠慮しない。遅い。かわすシーンはないんだね。むしろ外れるっていう感じか、戦闘シーン的には。このジムどうすっかな。待機させる、まあ、まずは戦艦を動かして。全然動けんな。キャロップはね結構機動力ありますからね。入る？全然入らん。なんか積んでるかな。あ、積んでない。フルアーマーガンダムで攻撃できる。ピンポイントいけるね。 70% か。よし、スレイブレイス。もうこのダブでは破壊しちゃおう。じゃああと一発で壊せるな。そうすると寒冷地仕様とか、別に寒冷地じゃねえし。お気に入りのジムスナイパーカスタムを使うか。狙撃する。よーし、こっちがねうまくいっても、U の方をうまくやらないといけないからな。この2体は威嚇のままで、下もダブで破壊できれば破壊したいな。EG8 の 180mm キャノン 63% か。ドワッチ
ジャイアントバズーカ。おお、3600、結構食らう。どうしようかな。ゴック届く。あー届かない。じゃあヒルドロップでいくか。これかな。届かないし。68%か。いいね、結構当たるね。かわされるときはかわされるんだけどな。よし、いいね、どんどんレベル上がっていく。あれ、これマスドライバーもしや。全然気づかなかった。ジムどうしようかな。下に逃げよう。別にこいつらが戦ってもなんかあんまいいことなさそうなんで、味方が到着するまでは逃げますか。でこれはここでいいでしょ。これは回避をしておきましょう。いや、私を傷つけないで。この女の声は一体。おお、食らった。でもあんまり食らない。ダブでか。反撃はできないんで、そのまま。この人が私に乱暴をする。クソ、何なんだこれは。どうしようかな。反撃はできないか。ちょ、支援防御かけておこう。まあ、別に支援防御したからといって絶対食らうわけじゃないんで。あのザクくらい勝たせておいた方がいいかな。これであと5ターン。なんかできなかった時のためにセーブをしておくか。で、言うから先に動かしますか。こいつはもうビームサベルでぶっ倒しておけばいいでしょ。あとこのミサイルをどれくらいで倒せるか。7000。あー、イグザの自分の意思でって、そういうことか。自分でできるんだね。使った方がいいのか。でもあと全部で5ターンは長いからな。まだイグザムを使うと変わるかどうかだな。よし、これを検証しよう。でイグザムとか多分1マップに1回しか発動できないと思うんだよね。ニムパスが出てきた時にどう響いてくるか。とりあえず発動させよう。イグザムシステムスタンバイ。でイグザムシステムがあると。で、まずこいつを破壊して、破壊できるね。で、これも破壊しておこう。あとはイグザムがどれだけ持つか。上に敵の増援か。まあしかしそんなものは関係ない。とりあえずフルアーマーランダム進めて、狙えるやつを狙う。ちょっと機動力あるな。ちょっと待ってよ。ジムスナイパーを。うわー、ジムスナイパーは機動力が少ないか。ビームライフルでこいつをぶっ倒すと。
戦艦を進めて、他のジム全然届かねえな。まずは EG8。 ドム、ここは全員入るね。でヒルドルブとドムのコンビで倒せばいいかな。さらにこいつを進めて、ガンタンクを出そう。火炎放射器でいいかな。ヒルドルブの援護が入れば多分大丈夫でしょう。何ダメだった見積もりが甘かった。じゃあゴック83とか。こいつはこれ当たるかな。82%か。でゴックは帰れないからヒルドルを帰還させよう。ドムは帰れるか。帰れるね。よし、回復できるときに回復しておきたいからな。こっちのジムもほんとどうすっかな。下の部隊が進行が早いからちょっと下の部隊に合流をするか。カリフォルニアベースにいますって言ってるけどさ、他の部隊が全然見当たらないんだけど、最初のジム3体ぶっ倒されたのだけでさ、他の味方はいないの。反撃はできない。回避をしていこう。食らうか。狙ってくるねこいつら。こっちでいいでしょう。これ誰ダブでか。しかし俺はこの長距離射程でも狙える。なんか出てきたんだけどこのザクは売りたいな。フルアーマーガンダム狙いか。おー、システムダウンした。しかしこのターンはまだ超一撃が残ってるからな。これはいけるね。結構余裕だったな。大体ねやり忘れるからね、すぐ破壊した方がいいんだよこういうのは。よし、ミサイル全機撃破。敵は周りに結構残ってるけどね逃がしてくれっかな。おお、逃がしてくれた。
こいつも大変だね。こっちに通信したり、あっちに通信したり。こりゃ注意じゃなくて、タイとかに昇進してもいいんじゃん、さらに。おっと、敵の増援か。味方の増援はないのか。うわ、敵ばっかだな。こんな簡単にモビルスーツ破壊したいよな。待たせたな。一番最初に襲ってきたやつっすね。なるほど、イグザム禁止令か。機のモビルスーツで戦局が変えられると思うなよ。アンノーン。お、これはグフクラフトタイプ。こっちに出てきたか。グループ攻撃でもうこいつを一体そのまま直に狙おう。で、もう一つの部隊でこいつをぶっ倒す。メガビームランチャーは射程が合わないからこうか。ダメですよ、そんな危険なものを振り回しちゃ。すげえぶっといメガリヨシコだな。出てきたところ悪いがご退場願おう。あれ2レベル上がったんですよ。で捕獲下ができないか。こいつはダメだ、足りない。もう帰還させちゃおう。で、戦艦がちょっと動けなかったからな。攻めはこっちでいくか。で、こいつはできるだけ破壊しておきたいな。
ピンポイントで集中的に攻撃していこう。5700か。誰でもいけそうだな。ゴッグにする。メガ粒子砲で破壊して帰ろう。これでザク3機が白旗上げてるんで、こいつらはパクりましょう。これ次どうするかな。下に進めるか。やっぱりグフクラフトタイプは回収しておきたいんで。ここが何気にきついよね全然倒してないからな。とりあえずフルアーマーガンダムじゃなくて対し長期だな。こいつでこのザクを倒す。レベルアップ。そこからジムスナイパーのコンボと、あのグフまで手が届くかな。ちょっとフルアーマーガンダムにも手伝ってもらおう。どっちが強いんだ。フルアーマーガンダムの方が強いかな。でこのジムをちょっと一旦下に下ろすか。こっちの方に、いやこっちに逃げるかいやそれもちょっとめんどくさくなりそうだな。挟まれてんな、完全に挟まれてんな。ブルディスにはちょっとこっちの方行って、攻撃を仕掛けるか、それともそうするとジムで減らしておきたいよな。痛い、やばい。でこいつで倒して、すぐ超強くなったな。でミサイルで倒せれば一番いいんだけど、倒せんね。ゲットゲージが溜まっていく。下の部隊もちょっとブルーディスティンに任せるか、それともこっちが間に合うか、どっちかといったところだな。ああそうか、やつがまだ来てなかったか。こっち側に出てくるか。そこにいたかマリオン、私を憐れむ必要はもうないのだよ。システムは発動してるのか。そうするとうお、来た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 。ちょっとエネルギー不足のやつらを下げるか。でこいつはマスターユニットだから、
ここら辺まで駒を進めるか。お、クリティカル。でギリギリまで行って一応対空比重で少し減らそう。だっ、めっちゃくちゃ食らうんだけどなんてことだ。あとはヒルドルブ、上のドムを倒せるかな。この2発でいけるな。よし、ちょっとグフは放っておくか。ドマッチの射程に入ってるかどうか。よし、入ってるね、いいね。レベルアップで、捕獲がちょっとな、足りないのか。下に進むとどういう状態？入ってるよね。よし、ちょっとここで一旦確定させて捕獲しよう。全然先に進めないな、こいつらは。フラマーガンダム、ジムスナイパーとスレイブがちょっとエネルギー不足になってきたな。フラマーガンダムに任せるか。ちょっと先行させよう。でこっちのやつらをどうするかだよな。一旦味方と合流するか。このザックは倒しとこう。よーし、ブルーディスティニーここで取れっかな。ゲットゲージ的に上の部隊がないるからな。下にもまだ4体いるし、ニムバスも U で倒せばなんとかなるかな。ちょっとここいらでセーブしておくか。取れるもんであればもうここでブルーディスティニーをちょっと取っておきたいな。こいつはフルアーマーで倒そう。エネルギーダメージってどんくらい減るんだ。フルアーマー狙いか。あ、上のやつらが来たのね。ビームガンで反撃ができるんで反撃しておこう。ジムじゃきついな、やっぱり。ちょっとまずいね。うわ、ニムバス来るね。勝負だ。やはりそうか。貴様の機体にもあの女がいるのだな。女？それがマリオンなのか。貴様、この前のパイロットか。果たして貴様の腕で私を落とせるかな。このエグザムに選ばれた私を。よくあれだけで前のパイロットって分かったな。このニムバス・シュターゼンが全てをさばいてやる。遅い。よし、いいね。落としてみせる。こしゃくな。お、超強え圧倒的な力じゃないか。そうか、スーパークリティカルか。
じゃあ EG8 はちょっと下の方に行くか。で、ギャロップはこっちに進めよう。ここら辺マシンガンで倒せるよね、さすがに。ニムバスシュターゼ、それがお前の名か。ユー、ユーカジマだと。貴様なぞにエグザムを操る資格などない。マリオンの力返してもらうぞ。ユー、私をここから解き放って。マリオン、今は目の前の敵を倒すだけだ。超強え。おわ、ちょっとゲットゲージ溜まってないんだけど。なんてことだ。結局ゲットゲージが溜められなかった。ちくしょう。こうなりゃ下の部隊は全部殲滅してやる。まずはお前からだ。あれ、捕獲？あ、あいつらとは届かないよね。ああ、そうかそうかそうか。まずは対象機を出さないといけないから、どんどん届く。届くね、さすがガンタンク。貴様らは全員ここで始末する。出撃、ゴックも攻撃に入る。みんなで倒そう、みんなで。これはロケットランチャーの方がいいかな。おお、ゴックなんてことだ。ドワッチのビームサーベル倒すか。ビームサーベルっていうかヒートサーベルか。さて、黄金ペアのヒルドルブガンタンク、長距離射程で倒す。無理だった。ジャイアントバズーカの方が当たるの。おお、回避された。両方回避されたか。あ、エネルギーがないのか。支援かけよう。これで下の部隊は殲滅できたな。あとは上、キャリーベース、キャリーベース移動力ちょっと少ないね。1、2、3、4、地形適用が B だから4しか進めないのか。じゃあ捕獲の捕獲と、ってことはちょっとおびき寄せるか。まずこいつは帰る。こいつも帰れない。フルアーマーも下がって、こっちの部隊を出しておくか。コアファイターとかね、めちゃくちゃレベル上げないといけないからね。あ、こいつ G だった。まあいいや、どうせ近づいてきてくれるでしょう。さあ来い、メガビームランチャー。13レベルか、もう。ん？なんか下に来た感じがする。あ、こいつらめがけてきてんのか。
旦全機帰還させよう。ガンタンクとか届くか。届かない。さすがに EG8 は大丈夫でしょう。グループ攻撃入る。あ、入るね。ほらみんなでやれば怖くない。まずフルアーマーガンダムでとりあえず減らしておくと、そこからコアファイターの出番、ミサイルランチャー、で あとはこの2人か。とりあえず来るのを待とう。で反撃はできるときにしておく。さーて4800か。とりあえずヒルドルブを攻撃に入れよう。いやザクマシンガンじゃ無理だな。ここら辺にして、これかやっぱり。でも超強気。ゴック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 で倒す。アイアンネイル。5レベル。あと取り残しとかやり残しはないよね。じゃああっちのザクを倒すか。ビームライフルの方が命中率が高いんで、そこからドワッチいけるか。お、いけるね。オッケー、殲滅完了。2315円。フィリップを手に入れた。じゃあまずは捕獲から例によってみますか。クラフトタイプは1個確保しておきましょう。あとはいいかな。ウッチマウベ25500で、そこからまず設計を見よう。トップとかある。もう設計してあるか。ここら辺は設計してあるよね。うん。で、開発っていうか編成じゃなくて、こっちか。フルアーマーガンダム。ヘビーガンダム45まで開放して、スレイブはジムストライカー、ガンダムの EG8 でピクシー。ストライカーでも作るか。そうするとちょっと弱くなるね。スレイブレース移動力も高いんだ。ただ地上用か。まあジムストライカーも地上用だけど、うん、まあせっかくなんで作るか。で、そう、こいつはブルーディスティンにしたいんだよね。 U をやろうと思ったけどダメだったな。ガンダム4号機ガンダム5号機が作れるのか。5号機を作ろう。で、こいつはもうまだまだ先。12レベルか。全然活躍してないな、ビショップ。今回初期ジムコマンドとかか。あと入れてないのがジムコマンドか。ドワッチドワッチ回ドワッチジオン残党軍。
このドワッチって結構後のドワッチでしょう。ガンタンクは6レベル、ヒルドルブ、ライノサラス、サイズ XL だし、ちょっととりあえず生産しとこう。うん、待機状態でいいよ。よし、ライノサラス誰に乗っけようかな。もうマスターユニットだよな。でこいつ格闘専用だからちょっと交換しよう。敷地がどうなってる？敷地92か、悪くないね。でここにさっきのライノサラス、どれだ？これか。いや、ごつすぎでしょ。高出力ビーム砲、なんか強えな。よし、こいつを配置しよう。で、ゴッグ。ゴッグは、ゾックが一番強いのか。ズゴックから順番に作っていきますか。まあ、ちょっとせっかくね、5まで育てたんですけど、まあ、ちょっと何が解放されるかを見たかったんで、じゃあちょっとズゴックから作ります。よし、こんなもんかな。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。ブルーディスティニーまだ続きますので、次回もそっちをやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。